つまりシャアが追撃した機動戦士ガンダムの第1話からこの第7話までですね次の第7話までっていうのは実はですねええー、見どころはですねええー、ガルマのセリフですね「シャアお前はよくもあの戦艦とモビルスーツ相手に2日も追撃できたものだ」。 という6話じゃなくて7話だったかもわかんないんですけどもとりあえずホワイトベースと一線交えてみたガルマの思わず出てきたセリフですね。シャお前はよくも、ももあのの戦艦とモビルスーツ相手に2日も追撃できたもつまりこれあのガンダムの第6話なんですけど1話からです、ね、6話までの間にですね2日しか経ってないっていうですねなんか 驚もっと本当はこれはあのオンエアでは1か月半ぐらいかかってるわけですねでそれがですね実はその物語の中では2日しか経ってなかったっていうです、ね、事実に僕びっくりしてですね実は先週の「ガンダム講座」ではですね「ルナーから「地球」までまあ1週間ぐらいだから、えー、速度はです、ね、秒速5 0 0ルからまあ秒速1キロぐらいというふうに話したんですけどもこの辺で、ね、実はその「ガンダム」の公式資料でもいろいろ バラバラになってるんですよね。つまり、えー、ホワイトベースが、避難民を乗せて逃げたのがこの日で、ルナ2入ったのがこの日、大気圏だ、突入したのがこの日っていうやつで、5日間ぐらいっていうふうにやってる資料もあるんですけども、一応ですね、あの、ガルマのセリフでですね、2日間追撃できたというふうに言ってるのですね、以後は本講座ではですね、僕はあの、一番最初のテレビシリーズのガンダム、 だけをベースにして語りたいと思うんですね。っていうのは、こっから先のガンダムシリーズ、ゼータとかダブルゼータとかですね、あの、ジーンのレコンギしタとか、そういうものも取り入れた上で、例えばミノフスキー粒子であるとかですね、えー、ガンダムを設計したのがどこであるかっていうのをやっちゃうと、もう話がバラバラになってしまうので、もうあの、このガンダム講座、僕がやるガンダム講座の中では、ジオニック社は存在しないし、 それはもう、あの、スタジオヌエの皆さんがですね、あの、ミノリ処方のですね、月刊アウトの別冊を作るときに、でっち上げた設定として、アムバックとかですね、あとジオニック社とかですね、アナハイムエレクトロニクスっていうのがあるのでですね、公式で採用されてようとされてまいと、あくまで本放送の時にあった設定だけで、できるだけ僕は、あの、統一したいと思っているんですね。 あの、以後はですね、え二、ー、日節を取りたいと思います。えぇ、ー、前節はこれぐらいにしてご覧いただきましょう。では、ガンダム講座、準備大丈夫ですかはい。えー、あ、この位置から見るとお前見,上見覚えがあるわ。ごめんな。<laughs> <laughs> ごめんなさい。ちょっと今日は別のあのスタッフが入ってたんで、知らないやつかと思ってたら知ってたやつだったんですよ。えー、では今日はですね、ガンダム講座第12回ですね、ガルマ出撃すのですね、前半をお送りします。それでは、どうぞ。 えー、ガルモ出撃とっていうのは前回のですね、第5話、大気圏突入の回の直後からなんですね。つまり、第1話と第2話が繋がっていた、いわゆる、えー、シャアの無罪から撃ったミサイルがサイドスリムを迎けてシューッと飛んでいくラストシーンで、第1話が終わったんです。第2話の頭が、そのミサイルがもう一回飛んできて、まあサイドセーブに命中するというですね、本当に、 1>, 1話と2話の間って1秒、2秒ぐらいしかないような感覚なんですけども、この第5話と第6話の間もですね、ほとんど同時なんですね。ようやっと地球に大気圏突入に成功して、ホワイトベースの人たちが、ああ、生き残れたで、ガンダムを収容できたよかったと思った瞬間に、レーダーに反応があっていや、ジオンのなんか地球軍が、まあ、あの、圏まで上がってきて、我々を追撃してるっていうのに、愕然とするところで、第5話が終わると。 で第6話はですね、その直後ですね、から始まるってですね、まあ、緊迫感のある回です。アムロはですね、これあの、またすぐに戦うことになるんですけど、主人公のアムロはですね、大気圏突入で、もう本当に、えー、人類で初めて大気圏突入の戦いをして、で、大気圏突入の戦いで、シャアですら途中で引き上げてんのに、最後の最後に戦って、で、ジオンの兵隊なんて、もうモビルスーツ、ザクごとですね、焼けて砕けて燃えて、 死んでしまった。崩れて死んでしまった。そこに、ガンダム一機でですね、何度か耐えて、新しい機能を発見してですね、体験突入をして、で、えー、そのままホワイトベースに着艦して、やっとブリッジまで来た瞬間にですね、敵が見えたと。ここからもう戦闘シーンが始まるというですね。この後、あの、アムロが、気が休まる暇がないっていう描写がいっぱい出てくるんですけど、まあ、それも仕方がないなと思えるようなですね、戦いに次ぐ戦いです。で、僕はあの、今回ですね、改めて、 あの、第6話、第7話を見返してびっくりしたんですけども、第7話にですね、ガルマのセリフでこんなのがありました。シャア、あのモビルスーツを敵によく2日間も追撃できたものだな、というセリフがあるんですね。つまり、シャアが追撃した、その機動戦士ガンダムの第1話からこの第7話までですね、次の第7話までっていうのは、 実はですね、2日間の出来事にしか過ぎないんですね。この2日間、48時間の間に、どれだけのことが起こったんだ、ですね。だから、僕らは毎週毎週応援されてる、オンエアされてる、機動戦士ガンダムを見て、もうこの第6話っていうのは、言っちゃえば、4月1日からオンエアが始まったら、もう5月のですね、ゴールデンウィーク過ぎた頃なんですね。だから、なんだろうな、学校行事も人当たりすんで落ち着いた頃なのでですね、6週間、7週間にわたってやられてるから、 なんかこう、それなりに、クルーも慣れてきたんじゃないのかというふうに思うんですけども、実は、映像内での時間っていうのはですね、2日48時間しか経ってなかったですね。シャアがですね、サイドセブンを襲ってですね、まあまああの、サイドセブンの中でモビルスーツが暴れ出してから、まだ2日しか経ってない世界なんだっていうのをですね、ちょっと今回びっくりしました。ホワイトベースはですね、地球にまあ、なんとか無事に降りてくるんですけども、これあの、 Google マップのですね、えー、地球の地図ですね。で、えー、本来ホワイトベースが目指していたのがですね、南米のですね、アマゾンですね。この辺りにあるですね、連邦軍基地を目指してたわけですよね。おそらくですね、ホワイトベースの軌道侵入進路。 ですね、あのいわゆるアポロ計画とかああいう風なやつで地球の上地球全体があったらですねこういう,うにこうに波みたいな線が描いてると思うんですけどあれがですね実はその宇宙船の軌道図なんですよでそれってどういう風に侵入してくるのかっていうとあの大、ー、体こう斜めに入ってくるんだと思ってくださいでこう入ってきてるんですねこれが目標軌道で,でしたしかしこれがですねシャアの追撃によって コースを変えられてしまったと。おそらくですね、コロラド州のですね、デンバーあたりにですね、チあの、ホワイトベースは着いたんじゃないかと思います。で、この辺にですね、アリゾナ砂漠があってですね、まあ、この辺ニューメキシコ州ですね。で、ここら辺にグランドキャニオンがあって、ここがラスベガス、ロサンゼルスなので、ホワイトベースはこの後、北米キャリフォルニアっていうんですから、こちらの方に進路を取ることになりますけれども、もともとはですね、地球軌道からこのように、 アマゾンに一直線に帰って来ようとしたのが進路を変えられたってことですねで。前回も話しました通り、それの理由は2日間の出来事だというんで、はっきりしたんですけどもですね、すいません。えー、とですね、ホワイトベース、あの、ルナ2からですね、ホワイトベースまで多分10時間とかそれぐらいできてるんですね。で、ルナ2っていうのは月の反対側にあるんですね。まあ、あえて位置関係を書きますと、地球があって月があって、 で、この月の反対側にルナー2があるんですね。で、この距離っていうのが、まあ、ほぼ38万キロ、40万キロぐらいだと思ってください。で、これの間を10時間ぐらいで飛ぶっていうことは、ホワイトベースのその時の時速っていうのはですね、時速3万8000キロですね。マッハ38、マッハ40とかですね。まあ、マッハ多分35から40の間ぐらいだと思うんですよ。それぐらいの速度で地球に侵入してきてですね。で、地球の大気圏突入するわけですね。 で、体験突入の図をもう一回確認しますとですね、地球の丸みがこういう風にあってですね、ホワイトベースは本来、このように侵入してアマゾンに行くはずだったわけですね。しかし、シャーのですね、無罪が、えー、覚えてらっしゃるでしょうか、上の方からミサイルを撃ってきた。つまり、このようにですね、ミサイルを浴びせてきたんですね。 これを避けるためにホワイトベースは仕方なく下をくぐります。ということはどういうことかというと、ここで減速するわけですね。えー、反対側方向にですね、こちら向いてるのがこっち向きに加速するわけですね。減速することによって軌道速度が落ちて、侵入角が深くなった。ので、余計に今回の体験突入は危険だったわけです。で侵入角が深くなった結果、 えー、アマゾンまで届かずにですね、アメリカ大陸の北ですね、コーラド州のデンバーあたりにですね、ホワイトベースは降りたんじゃないのかっていうのが、まあ、あのー、多分その、ロケット工学が大好きな富野さんですから、それぐらいのことを考えて、えー、作ってたんだと思います。えー、もうね、いちいち科学に詳しい皆さんにはこういうことを確認するまでもないんですけれども、一応あの、い 全世代のですね、みんなにわかるガンダムというのを目指してますんでですね、ちょっとずつ科学的な話も入れていきます。